はい、どうも、白滝です。24日に3名の選手が発表されたので、ショートバージョン投稿していこうかなと思います。通常の動画は19時15分に投稿されます。1人目はヤクルト杉浦選手。過去2017年の OB で登場していました。プロスピの能力は BAC。 2人目が中日落合選手。守備適性が変更されているので年代変更か、1987年か1989年。3人目がバース選手、年代変更、1985年、打率が3割5分0厘、本塁打が54本塁打。24日に全選手が発表されました。皆さんのね、感想や意見はぜひともコメント欄で書いてもらえればなと思います。まあ、あとはね、ぜひとも高評価の方もよろしくお願いします。